どうも、カーライコジュニアです。今日も見てくれて本当にありがとうございます。今日もおなじみのですね、全国の島村楽器のウクレレ担当者を紹介するコーナーになります。今日紹介するのは、千葉県船橋市にあります、島村楽器ビビット南船橋店のですね、ウクレレ担当の金子さんです。こんにちは。はじめまして、金子と言います。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ金子さん、早速ビビット南船橋店がどちらにあるのか紹介してください。はい、ビビット南船橋店は京葉線の南船橋駅もしくは、京成本線の船橋競馬場2つの駅が最寄り駅となります。どちらも歩いて10分ぐらいかなのところにありまして、ララポートのすぐお隣ですね、そちらの4階にあります。ウクレレ売り場はどんな感じなんですか？もう自慢のウクレレ売り場です。もう外からすぐ見えるところにありまして、皆さんも何だろうっていう感じでちらっと見ていただけるようなちょっと可愛らしい場所になってます。どうですか、船橋の方のウクレレ熱は？これからウクレレ始めようっていう方とかも、もう皆さん来ていただいているので熱は高くなってきてるのかなって思います。金子さん自身はそのウクレレとか楽器とかってなんか昔からこうやってらしたんですか？私昔はクラシック中学の頃クラシックギター部に入ってまして、ずっと前方面の方にはもう馴染みがあったんですよ。ですけどここから一旦もう楽器から離れまして、もう3年か4年ぐらい前ですかね、実家の父親がウクレレとかのスチールギターとか、そういったところハワイアンとかすごく好きで、自分でもサークルでこう教えるような立場でやってたりするんですけれど、その父の影響で、影響っていうのかしら、始めた感じですね。そうですね、3年か4年ぐらい前に始めて、もうなんかそこから結構どっぷり。最初に弾いた曲とか覚えてます？何弾いたんだったかな。あ、お父さんがこうくれた楽譜でふるさと、ふるさとが一番最初でしたね。今愛用してるウクレレはどんなの使ってるんですか？父のところから、いただいてまいりましたケリーのシルバーシリーズのものを愛用しております。あら、いいやつじゃないですか。ハワイ製ですね。ハワイ製です。もういや、カマカとかも父親持ってて、はい、アヌエヌエも持ってるんですよ。で、はい、結構いいの持ってるんですけど、どれ言っても多分くれるだろうなとは思っていたんですが一番好きな音だったのがそのもう本当にケリーの朗らかな、おてんば娘みたいな音がものすごく好きで。へえ。これです。でもいいですね。お父さんからこう譲ってもらったウクレレをまた大事にこう長く使っていただいてる。家に帰ってこう見るたびにニヤ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 して、私のがやっぱ一番って言いながらもう幸せですよ、本当に。へえ。金子さんが感じるウクレレの魅力ってどういうところがありますか？なんといっても軽いっていうのが、もうぶっちぎりでここが一番私いいところだと思うんですね。どこしょって持たないでいいじゃないですか。その労力って私ぐらいの年になると、もうその労力がないっていうのはもう本当にアドバンテージとしてはものすごい持ってる楽器だと思いますね。確かにパッと弾きたい時にフッとこうなんか持つ気力になりますもんね。家族的にもそんなになんか目の玉がもうほんと飛び出ちゃうようなすごい、もう手が全然出ないっていう楽器でもないじゃないですか。そこはやっぱり絶妙だと思うんですよね、始めやすい。なるほど。やっぱね、本当ウクレレたくさんの人にその魅力をこう伝えて始めてもらいたいですよね。本当にそれは思います。なんか
できてもできなくても楽しいんだよっていうところはもう常に伝えたくて、よく楽器店とかで、お店で、弾けなかったらどうしようっていうふうに不安に思われてお話聞くこともあるんですけど、でもその弾けないことも楽しいからっていう話はもう本当によくするんですね。私自身も自分自身が全然上手くないんですよ。だけどもう弾けなくても楽しくって、その動かない指を見てるだけでも楽しいんですよ。なんで小指って言ってるのに中指が動いちゃうのみたいな。もうそれがもうおかしくておかしくて、なんかこの愉快な気持ちをみんな分かってほしいなっていうのはすごいあります。なるほど、確かに。でもなんかこうなんかウクレレっぽいですね。こうあんまりこうシビアに動かないって思うんじゃなくて、それ自体もこう楽しむ感じになる。何やっても楽しいですね。伊藤さんとかはもうすごくもう教えてらっしゃる立場の方なので、なかなかそのできない時の楽しみって、ね、あんまりわからないのかなとか思うんですけど、私まだまだできないことがいっぱいあるので、そういうところでも楽しいのよっていうところは言えるかなっていうのはいやー、こう勉強になります、本当に。余計なこと言っちゃって、なるほど。そんな、じゃあ金子さんが今おすすめする南船橋店のおすすめのウクレレをちょっと紹介してもらってもよろしいでしょうか。ちょっとご案内させていただきますね。私がおすすめしたいのはじゃん、こちらです。見えますか。琴音ですね。ありがとうございます。もうこれ、何がいいってかっこいいですよね。はい、ありがとうございます。もうこのギターに模したって言っちゃいけないのかもしれないですけど、もう本当にギターのようなルックスのスプルースの単板、トップに使ってて、もう持ってるだけでもう私ですらかっこよく見える、でバックの見てください、このハワイアンコア単板の美しい、もうこれたまんないですよ。で、もっとデロデロになって言っていいですか。あ、もうどうぞ。このペグ見てください、見えます。もうこの高性能な UPT、 もうたまんないですよね。真正面から見てこうもう、なんていうの、オーソドックスなスタイルっていうんですか、ハワイアンスタイルの横からこうペグが見えていないっていう、このスタイルはやっぱかっこいいんですけども、ちゃんとこう合わせやすいペグになっているので、ここがフリクションペグとは違う、ところが素晴らしいなって思ってて、はい。でもこれは本当にいや、めちゃくちゃ私いいと思ってて。 ありがとうございます。だってこここことか見えてますかね。はい、すごい綺麗なんですよ、これ。これ多分 YouTube 画面とかで見るとこの良さって、あ、そんなもんなのねっていう感じ なのだろうと思うんですけど、これ実物見るともう本当に宝石みたいですよ。もうこれは本当10機見てほしい。あとは触ってほしいですよね。このネックの厚みも程よい厚みがあるので、こう持ってて疲れないっていうのが、ここってすごい大事だと思ってて、こうウクレレってこう皆さんこう持たれて薄い方がいいんじゃないかっていうふうに思われる方多いんですけど、薄いとギュッて、こうギュッてこういっぱい積もらなきゃいけないからいっぱい握力使うじゃないですか。だけど程よい厚みがあると、こっちかギュッてこういっぱいやらなくていいので手が少し楽なんですよね。長い目で見ると疲れないっていうのが、すごくいいところだなと思います。ありがとうございます。本当に琴音のそのモデルの魅力を十分分かっていただいて本当に嬉しいです。本当ですか。はい、いただけて
おばあちゃんには大事なポイントなんです。じゃあ早速この琴音のウクレレの音色を聞いてみてください。どうぞ。はい、じゃあ金子さん、もう一本おすすめのウクレレを紹介してください。はい、次に私がおすすめしたいのはジャン・アヌエネ ANNMCK ミニコンサート、こちらのモデルになります。これはもう私本当にこのモデルに関してはこのウクレレでこれからウクレレ始めますっていう人が羨ましすぎて本当に私これ上司の方に聞かれたら怒られるんじゃないかと思うんですけど、本当自分は羨ましすぎて、いやこのウクレレ買ってったら私本当嫉妬しますってお客様に言っちゃいます。でもお客様それを聞くと買ってかれるのでどういうことだろうってまさに言うんですけどもう本当にこれは素晴らしいウクレレだと思います。おすすめのポイントはどんなところがありますか？先ほどのコトネはコンサートモデルだったんですけれど、これはソプラノのボディサイズよりもこんなちょっぴり大きめなんです。ですけれどネックがコンサートのネックがついているので、手のちょっと大きい方とかもソプラノの音を楽しめるっていう、ソプラノとコンサートの音の違いってコンサートの方がこうボディが大きい分ちょっとふくよかな感じの、サスティンが伸びる感じの、生意気言っちゃった、サスティンっていうか、まあ、音が伸びる感じですよね。そういったところがコンサートの魅力でもあり、ただソプラノの本当にウクレレの音ってこうコロコロポンポンって切れるような、転がるような弾けるような音もやっぱウクレレの魅力だと思うんですよ。でその音が手の大きい人も楽しみやすいっていうのはすごくまあいいとこ取りな一本かなって思うんですね。木目も綺麗に出てます。あとはそうですね、このモデルでおすすめなのが、まあ、ヌエヌエっていうメーカーなんですけど、すごい今いろいろとっても可愛らしいのから出してるメーカーさんなので、個人的にはいろいろ推してるっていうか、好きなメーカーなので、なんかそういう個人的なところもちょっとあってね、これはいいなって思ってます。また手触りもこうマットな仕上げになってて、マットな仕上げってなんて言ったらいいんだろう、つや消しマットフィニッシュの仕上げなので、すごい手にさらっとした感じで持てるので、なんか夏とかこう半袖でこう持った時にすごく火の感じがダイレクトに伝わって、そういうところも楽しめる一本じゃないかなと思います。なるほど。じゃあそれでは早速こちらのモデルも音色を聞いていただきましょう。どうぞ。はい、じゃあ南船橋店ではウクレレを楽しむこうイベントとかあると聞いたんですけども、どういうのがあるんでしょうか？はい、先月、始まったばっかりなんですけれども、見えますか？こっち、ウクレレサークルパウハナというのを立ち上げまして、毎月第3金曜日の夜に、はい、活動を始めました。はい、活動っていうほど何かこう大それたことをしている感じではないんですけれど、もう本当に気晴らしにみんなで集まれる方集まっていただいて、みんなでウクレレ弾いたら楽しいよね、爆発とかバンドとかそこまで入れ込まなくてもゆるい感じで楽しめたらいいんじゃないかなっていうところから始めました。みんなでこちらの本を使ってやれそうなところから手をつけていって、みんなで教え合いながら、私も教えてもらいながら楽しんでます南船橋店はあれですよね、店舗の中にちょっとホールみたいな、はい、はい、なんか空間があってそこでやってる感じなんですよね。はい、南船音楽ホールっていうのがありまして、そうグランドピアノとかも置いてあるような大きいお部屋でやれるので、かなり
もうこのコロナ禍で皆さん大丈夫かなって心配するところはあるかもしれないですけれど、場所は本当に広く取れるので、そういう点では安心かなとは思います。なるほど。売り場もね、かなり広くてゆっくり見れる売り場なのでね、ぜひ皆さんも南船橋の方にちょっと行って、金子さんに会いに行っていただければと思っております。はい、私ですね、いつもこういった名刺が、どこの島村楽器の店員さんも名刺があるかと思うんですけれど、名刺に必ずやっていることがありまして、言いますか？かわいいな。猫さん書いてるんですよ。これちゃんと意味があるんですよ。わかりますか？はい。かの猫で、か猫ってね。もうそうやってお渡しして、何かあったら言ってくださいねっていうことで、いつもこんな感じで名刺をお渡ししてるんですよ。なんかこう、ね、楽器店って敷居が高くて来づらいかなっていうところも、あの人もだったら、まあ、軽く話聞いてくれるだろうぐらいの敷居が、ね、低くなるといいなと思って、なんかこんな感じで、いつもお話しさせていただいてます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、ウクレレ仲間の皆さんに金子さんからメッセージをお願いします。はい、なんか私からっていうとちょっと緊張するんですけど本当皆さん緊張しないで気楽に遊びに来てください。ウクレレって本当に気負わないで遊べるのが一番いいところの楽器だと思ってるので、まあ、そういう気負わないで遊べる楽器があるんだよっていうのを知っていただければそれで、それが一番だと思うのでお待ちしてます。はい、ぜひね、本当にビビット南船橋店、金子さんに会いに行っていただければと思います。本当に金子さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、またね。今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。